五木村役場を訪れたのは村に住む黒木春代さんたちでダム対策課の土井誠二課長に村民の署名を添えた抗議文を手渡しました川辺川に計画されている流水型ダムについては木下譲二村長が先月21日の村民集会で建設を受け入れる方針を示しましたこれに対し黒木さんたちは受け入れの表明は村民の意思ではなく 村長の個人的な考えに過ぎないとして受け入れを撤回した上で村民が話し合った結果を踏まえるように求めました。